下手なの？よくもみんな下手、ラジオ下手になっちゃったの、うわうわうわ、何が僕も可愛さが映っちゃっただよ。2週連続でありがとうございます本当に。いえ、もういいんです、いいんです。いいんですか、忙しいのに。いやいやいや、もうどうしてもやっぱりもう一回出たいなということで来ちゃいました。そうなんですね。そうなんです。直談判で、うわ全部真に受けるじゃん。嬉しいな。坊ちゃんみたいなね、うん、あの方が弾いてるんですよ。あ、ピアノ。あ、実際に。実際に。お会いしたんですか？そう、お会いして。なんて羨ましい。そう、あのね、もうあのピアノを弾くために生まれてきたようなゲンっていう、うん、もう名前。あ、もう名前が？そうそうそう。へえ。そう、ピアニストの方です。18歳だっけ？若っ。ねえ、だよね。うん、すごい。本当に髪の毛もね、ちょっと癖っ毛っておっしゃってましたよね。うん、そうなんだ。うん、すごい。え、その方はなんかその劇中のピアノ演奏を担当している方。そう、もうほぼ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 、そうそうそう、すごい。なんでそんな楽しいイベントに呼んでもらえなかったんだろう。これはちょっとね、主人公の特権、いや特権でね、主演の特権なの、すいません。直談判で行こうか。直談判で何でも直談判けど、やっぱいらんこと言っちゃう癖あるんで、結構それでなんか怖がられてるんじゃないかっていうのはあるんですよ、うん、悩みとして、はいはい、なんか女子は全然平気なんですけどね、うんうん、なんか男性の皆さんに私怖がられてるって、まあ最初はねちょっとね、そうなんです、思いますでしょ、うん、最初はね、私もでもやっぱ話していくうちに、そうやっぱちょっとだんだんね、そうなんです、私全然優しいんです、うん、自分であ、まあ優しい部分はありますよ、めちゃめちゃ優しいんですよ、優しい、本当に優しい、いや本当にもう、うん、あの人の感情の動き方とかも、うん、顔色とかもすぐ気づくタイプ、察せるタイプだから、なんですけど、自ら話すっていう感じじゃないですもんね、でもね、そうなんです、なんか開いてもらってみたいなタイプで、逆になんかマノスはどうですか？え、私ですか？でも私も本当に全然なくて、でも今日学んだこととして、うん、結構なんかこうね、お二人、花江さんと水瀬さんを見てると、うん、こう花江さんが適当なことをこういろいろ言う中で、うん、水瀬さんがこう華麗にスルーをしているところが、うん、あ、これ結構たまらない。求めてるんだよね。そうですよね。そうそうそう。なんかね、水瀬さんにはこう適当なこと言いたいっていう。そう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 。なんかスイッチが入るんで、ね。そうなんだろうな。ないよ、うん、そんなの絶対ない。そう、だからなんかそういう華麗にね、スルーしてるところを見て、うん、あ、これはいいっていう、これを見てるこちらもたまらないし、ここかなと。あ、そうなの？そうなんですよ。僕あの内田悠馬くんと一緒のユニットなんですよ、その作品で。あれ？それで2人で歌う曲があるんだけど、そう、その中の一番なんかいいパートっていうか、ちょっとサビ前のなんかちょっと C メロみたいな、そう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 、のところのちょっと振り付けがあるんですよ、うん、そこでなんか2人でこう手をこう握り合って でもこう最終的にはそれをぐるっとこう後ろにやって、ユーマの手をぐっとこう引き寄せて、でお客さんから見たらちょっとキスしてるように見えるみたいな振りがあって、なんてこったい、それがすげえね、距離がやっぱ近いから、うん、なんかね、まあ、ドキドキするし、ちょっとやっぱ二人ともやっぱあのプライベートでもよく遊ぶんで、うん、笑っちゃうんですよね。なるほどね。仲いいからこそ、そう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 、なんかこんなことやってるよ俺ら感が、そう、何それ、なんか、ね、すごい、でもね、ドキドキですね。練習とかしたんですか？ね、練習とかはねほぼ笑ってた。あ、そうなん。いや、ファンの人もね、そうそう、本番は笑わないようにしよう。うわあ、いいですね、そういう何度も何度も何度もファノスが食いついてる、ね、何度も何度も何度も、うん、何度も、いいね、いいですね、できるね、へえ。前に夜景が見えるところに行き、誰もいないところで二人きり、うわ、今日はどうだったなんて話をして、今日は楽しかったねって話をした後の去り際に、私の方から腕を引っ張って思わずキスをしてしまいました。その後にちゃんと自分の気持ちを伝えて OK をもらい付き合うことになりました。今思えば死ぬほど恥ずかしくてドキドキしたエピソードです、という。うわ、何これ、これ超えられるの来る次から、すごいよ、ですよ、すっごいの、頼りです、はーい、来
持ちわかりますね。そうですよね、だってパパですもんね。そうなんですよ、行ってきますの時ね。いやもうね、行きたくない、正直。いやそうですよね、そうですよ。何回もやっぱこうギュッてしてからね、行ったりとかね。最近はちょっとだけ言葉をね、まあ意味はまだ分かってないと思いますけど、発するようになって、結構ね、パー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 、かわいい、かわいい、最高ですね。で、仕事中とかも、結構奥さんから、その写真だったりとか動画とかがずっと送られてくるから、もうキュンキュンしっぱなしですね。いいな、いいですね。私結構いろんな人に助けられて生きているタイプなので、そうですね、一生懸命頑張ってこう優しくしようとか、お皿片付けようと思っても、お皿割っちゃったり、そういうタイプだ。でそれで結構家帰って落ち込むんですよね。こんなことしなきゃよかったみたいな、それの繰り返しですね。まあまあでもね、落ち込めるっていうのはやっぱ大事ですよ。そうそうそう、反省できるし、ね、もっとこのラジオでも本当また今日も帰って落ち込んでますよ。だってね、前回の収録終わって、これまあ撮る間のね、ちょっと休憩中にね、私ダメなんですよって言ってたもんね。そうそう、私ってバカなのかなみたいな、ずっと言ってて、ちゃんとするって決めたのに、そうです、ね、そんな必要ないですよね。いや全くもそのままのマノスで私はいてほしい。次会った時に、例えばもうマノスがなんかもうキビキビしながら、じゃあ次行ってみようみたいななってたら、なんかえマノスって私やっぱ寂しくなっちゃう。 そのままでいいんです。本当ですか。だってその人がね、助けてくれるっていうのもやっぱマノスだから助けてくれるんだと思いますよ。そんななんか私できないんですみたいな人だったらもう勝手にやってなみたいなけど、あ、この子は助けたいなと思える人だからね、差し伸べてくれるわけですから、うん、甘えていこう。そうですね。なんかアフレコ現場ではそれこそ、別室だったりとかね、いろいろ対策もありつつだったので、なかなかみんなでおしゃべりする機会がなくて、そうですね、だから今日こうしてラジオでしゃべれてすごく前回も含めて嬉しかったですし、なんか仲良かったんじゃないですか、みんな仲良かった、楽しかったです。楽しかったよね。なんかね、なんか無理やり仲良くしてる感じもなくね、そう、なんか結構自然体に仲良し、アニラジにありがちな、なんかね、それもアニラジにありがち、メモしてる、表面上という、ね、悪いとこ出てるな。みんな仲いいですよ。いいですね。はい。